そうだね。まあ、拓也さんは、ポジショニングもいいからさ、受ける場所もいいし、見えてるとこも多いから、普通の人だったら、テル君までボール出したり、俺までボール出したりするときに、多分スリータッチ、フォータッチするところを、ツータッチとかで出してくれるから、そのツータッチの差ってね、サッカーではね、ものすごいでかいから、それが、90分通してできるのは、すごい強い。し、うまいなって思う。ね。チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。また、お疲れ様でした。バイバイ。疲れです。